皆さんこんにちは。新天地での活躍が期待され、時には莫大なお金が動くプロ野球における FA 移籍、毎年シーズンオフには FA 移籍が取り上げられることが多く、特に大物選手ともなると獲得のために多額の移籍金が注ぎ込まれ、移籍先での大きな活躍が期待され、メディアでも大きく取り上げられます。しかし金額と活躍が見合わない場合は、世間からは厳しい目で見られ、猛バッシングを受けることも珍しくはありません。今回は注目と期待を集めた FA 移籍にもかかわらず全く活躍できなかった選手たちについて紹介していきます。松坂大輔、 FA 移籍で全く活躍できなかった選手として、まず初めに紹介するのは平成の怪物こと松坂大輔選手。松坂選手といえば、最速 156km 毎時の速球に加えて、球速の違う数種類のスライダー、カットボール、チェンジアップなど、球速だけでなく変化球も巧みに使うことで数多くの三振を相手選手から奪ってきました。1998年にドラフト1位で西武ライオンズに入団してからというものの、プロ初先発で球速 155km 毎時のストレートで当時日本ハムの3番片岡敦史から三振を奪うなど、鮮烈なデビューを飾った松坂選手。その名は瞬く間に広がり、日本プロ野球界に大きな爪痕を残しました。高知キャンプでは1万5000人が駆けつけるなど、投手としての実力だけでなく人気度もまさに怪物級。松坂は西武で活躍後、さらなる飛躍のため2013年にメジャー球団であるニューヨークメッツと契約。メジャーでも平成の怪物は健在で、数多くの勝利を挙げてきました。しかし右肘の炎症により故障者リスト入りしてしまい、その後は思うように活躍ができなかった松坂選手。最終的にシーズン終了後にはフリーエージェント状態となってしまいます。そんな中、松坂獲得に日本プロ野球球団の福岡ソフトバンクホークスが名乗り出ます。松坂が日本プロ野球に復帰を決めた最大の理由は、あくまで先発にこだわりたいというものでした。2014年12月4日に3年契約、移籍金はなんと12億円という超大型契約でソフトバンク入団が発表され、松坂選手は世間を驚かせてくれました。平成の怪物がメジャーでパワーアップして日本へ戻ってきたということで、松坂選手には大きな注目と期待が寄せられることになりました。翌年3月、大きな注目が集まったオープン戦でしたが、試合登板後右肩の筋肉の疲労などでいきなり戦線離脱。そこから治療のため長期欠場を余儀なくされます。2016年10月2日のシーズン最終戦でようやくマウンドに上がった松坂選手。なんと一軍としてマウンドに上がったのは約10年ぶり。松坂の復帰登板は事前に報道され大きな注目を集めました。対戦相手の楽天は元チームメートである松井稼頭央を代打で出すなど、松坂攻略に向けての対策を立て臨んだ一戦。しかし松坂は松井に初球から四球を与えるなど、1回で被安打3、四死球4、冒頭1の5失点と散々な結果に、翌日は一軍登録を抹消されるなど、松坂への期待は一気に地に落ちたのです。結局この復帰登板はソフトバンク時代唯一の公式戦登板となりました。12億円を注ぎ込んで獲得した大物選手が全く機能せず、大金がドブへと変わったのでした。森福雅彦、2006年社会人野球からソフトバンクにドラフト4位で指名された森福雅彦選手。入団後は無失点でのデビューを飾りましたが、その後は2軍1軍を行き来するような形に。2010年までは結果を出せずに苦戦する日々が続きましたが、2011年には開幕戦から勝ちパターンで登板。その後17試合連続無失点を記録するなど、徐々に日の目を見る森福選手。日本シリーズの中日との4戦目では6回表のタイミング、さらに虫満塁のピンチという中、ホールトン投手と交代で出場。そこからの森福が投げた11球でチームは見事勝利を収めることに成功し、この熱投は森福の11球と語り継がれることになりました。日本シリーズで大活躍した森福でしたが、その後は徐々に出番を減らしていくことに。ソフトバンクでの自身の起用に不満があった森福選手は2016年オフに FA 宣言、名乗りを上げた巨人への FA を決断することになりました。3年契約4億円での契約。ピンチに強い男、森福選手の巨人での活躍が期待されましたが、森福にとって巨人は辛い思い出になってしまいます。2017年公式戦を1軍でスタートした森福選手は開幕から7試合に登板して0勝2敗、防御率 5.40 と散々な結果に。7月中旬からは登板機会が減少。
8月11日1軍登録を抹消され2軍行きとなった森福選手。ファーム日本選手権では左打者の坂倉翔吾に勝ち越し、スリーランホームランを打たれてしまいます。その後は2軍でほとんどを過ごしますが、2019年4月25日に念願の1軍昇格、6月21日のソフトバンク戦で同点の6回に登板した森福選手ですが、このピンチでまさかの満塁ホームランを打たれ球場は静まり返ります。その後10月2日に巨人からの戦力外通告を受け、12月24日に現役引退を表明しました。川崎健次郎、1989年から2000年にかけてヤクルトスワローズの主力投手として活躍した川崎健次郎選手は通算234試合に登板し88勝を挙げました。88勝のうち29勝が巨人という、まさに巨人キラー。2000年に FA 権の行使を宣言した川崎選手は、当初メジャーリーグ、ボストンレッドソックスなどからも川崎獲得の意向があったため、メジャーへの挑戦も視野に入れていましたが、星野監督ら中日球団幹部からの熱心な呼びかけに応え、中日への移籍を決断することになりました。しかしオープン戦で右上腕三頭筋の違和感を訴えて途中降板、その後長期離脱することに。打倒巨人を掲げていた中日でしたが5位と低迷。川崎選手に期待を寄せてくれた星野監督はシーズン閉幕を待たず辞任することになってしまいました。2003年にはオールスターゲームのファン投票で川崎祭と呼ばれるネット上の架空の投票により嫌がらせを受けるなど、中日での川崎は苦い思い出ばかりとなってしまいました。巨人キラーとしての活躍が期待された川崎選手でしたが、怪我や度重なる災難のせいで結局1勝もできず現役を引退することに。野口茂樹、最後にお伝えするのは中日ドラゴンズでエースとして活躍した野口茂樹選手です。1992年にドラフト3位で中日へ入団、入団後は2軍降格など厳しい状況が続きましたが、宮田幸典コーチの指導によりコントロールが飛躍的に上昇、再び先発出場しプロ初完投勝利を記録すると、対巨人戦ではノーヒットノーランを達成するなど徐々に活躍するようになっていきました。1996年の巨人戦では現役時代の落合監督に現役引退の決定打ともなった四球を与え、骨折されるなどしてしまいますが、1999年には19勝を挙げ最優秀選手賞を受賞し、チームのリーグ優勝に大きく貢献しました。2004年には96年に四球を与えて骨折させてしまった落合博満が監督に就任すると、野口の出場機会は徐々に減っていくことになりました。落合監督との確執が原因ではとも噂されていましたが、単純に谷繁とバッテリーを組む機会が増え、相性の悪さや野口の実力不足が原因だったのでしょう。シーズンオフには FA 権を行使し2年契約、年俸1億円で巨人に移籍することになりました。野口の移籍に関しては賛否両論でしたが、もともとは中日のエースピッチャーであったこともあり、少なからず野口に期待する声もあったようですね。巨人に移籍した野口でしたが、1年目の2006年は思うように実力が発揮できず、先発投手陣に加わることはできず、怪我の影響もあって2軍落ち、わずか1試合のみの登板となってしまいます。2007年には開幕ローテーション入りは逃してしまいましたが、リリーフとして開幕1軍入り、対中日戦で初勝利を挙げますが、徐々に打たれることが多くなり1軍登録を抹消されてしまいます。結局プロ入り初の全てリリーフでの登板となり、防御率は 4.30 と苦しい結果に終わりました。年俸も1億円から 75% 減の2500万円となり、この減額率は日本球界全体で3番目の減俸率となりました。最終的には2008年に球団から戦力外通告を受けることになり、期待された野口の FA 移籍も虚しく終わりを告げたのでした。いかがでしたでしょうか。今回は全く活躍できなかった FA 選手を紹介させていただきました。選手の FA 移籍は失敗と成功がつきまとうものですが、ここまで失敗に終わった選手は珍しいですよね。多額の年俸で契約された選手が全く機能しなかった場合、球団側の損失は相当なものでしょう。同時に期待に応えられなかった選手はそのまま現役引退してしまうことも多く、プロ野球の世界がいかに厳しいものなのかを教えてくれますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。